アルカドはこのように語り、聞き終えた友人の一人が言った。アルガミシュの後継者にしてもらえて、君は本当に運が良かったな。私が幸運だったのは、成功したいという欲望をアルガミシュに出会う前から抱いていたという一点に尽きる。私は4年にわたって稼ぎの10分の1を蓄え続けることで、自分の決意の固さを証明しはしなかったか。例えば何年も魚の習性を研究した結果、風向きが変わっても確実に魚の群れに網を投げられるようになった漁師を、君たちは運がいいと評するのか。好機というものは高慢な女神で、準備を怠った者には鼻も引っ掛けてくれないのだ。君は強靭な意志の力を持っていて、1年目の蓄えを失った後も努力を続けた。そこが並の人間とは違うのだ。別の友人が意見を述べた。意志の力だと？なんというたわごと。意志の力でラクダが運べないほどの荷を人間が持ち上げたり、お牛が動かせないほど重いものを引っ張ったりできると思っているのか。意志の力とは、自らに課した責務を成し遂げるという不動の決意に他ならない。私は自分に責務を課したら、それがどんなにつまらないことだろうと最後までやり抜く。そうする以外にどうやって大きなことに携わる自信が持てるだろう。例えば100日の間、町へ入る橋を渡る際に道から小石を1個拾って川に投げ入れようと決めたら、そうするのだ。もし7日目に小石を拾うのを忘れて通り過ぎても、明日2個投げ入れれば同じことだと自分に言いはしないだろう。その代わりに私は来た道を引き返して、その日の小石を投げ入れる。20日目に、アルカド、こんなことは無駄だ。毎日小石を川に投げ入れたところで何の得になる。一つ亀に投げ入れてそれで終わりにするんだ。とも言わないだろう。そんなことは言わないし、やりもしない。ひとたび自分に責務を課したら必ずやり遂げる。だから難しくて実行不可能なことには手をつけないように気をつけている。根が怠け者なのでね。するとまた別の友人が問いかけた。君の話が本当だとすれば、確かに君の言う通りで理にかなっているようだし、しかもすこぶる単純なやり方だ。もし誰もがそれを実行したら、全員に行き渡る富などなくなりはすまいか。富は人が活力を発するすべての場所で育つものだ。金持ちが新しい邸宅を建てると、金持ちが支払った金貨は消え去るだろうか。いや、レンガ職人がその一部を受け取り、神父がその一部を受け取り、装飾家がその一部を受け取る。邸宅の建設を担った者全員が金貨の一部を手にするのだ。それでいて、完成した邸宅は建設に要した費用分の価値を持ちはしないだろうか。また邸宅が建っている土地は、邸宅がそこにあるせいで価値を増さないだろうか。隣り合う土地もその邸宅が建ったせいで価値を増さないだろうか。富は魔法のごとく育つものだ。どこまで育つか誰にも予言はできない。フェニキア人は海上交易で得た富を投じて、海辺の不毛の土地に偉大なる都市を築きはしなかったか。それなら我々も金持ちになるために君の助言をもらえまいか。さらに別の友人が言った。時は過ぎ去って、我々はもはや和光土ではなく、富士の備えもない有様だ。アルガミシュの知恵を取り入れて、稼ぎの一部を己の分として手元に置けと自分に言い聞かせることだ。朝起きたらまず言い、正午に言い、夜に言う。毎日1時間ごとに言う。この言葉が夜空に浮かぶひもじのごとく際立つまで自分に言い続けるのだ。この教えを胸に焼き付けたまえ。この考えで自らを満たしたまえ。そうして賢明と思われる額を蓄えに回すのだ。ただし稼ぎの10分の1を下回ってはならない。必要なら他の出費を抑えてでも蓄える。とにかく何より先に蓄えを取り除けるのだ。そのうちに自分だけのものといえる財産があると
どれほど豊かな気持ちになれるかを悟るだろう。育つほどに励みも増すだろう。人生の新たな喜びに心が弾むだろう。もっと稼ごうという意欲が湧いてくるだろう。稼ぎが増えれば蓄えもまた同じ割合で増えていくのだから、しかる後に財産を働かせることを学びたまえ。財産を自分の奴隷にするのだ。財産が産んだ子供らを、そしてその子供らの子供らを自分のために働かせるのだ。将来の身入りを確保したまえ。老人たちの姿を見据え、来たるべき日には自分もまたその一人となることを肝に銘じたまえ。だからこそ財産を失うことのないよう細心の注意を払って投資することだ。法外な儲け話は美声で船乗りを惑わす水のせいと同様、軽率なものをおびき寄せて破産と後悔の岩へたたきつける。さらには自分が神々の国に召された後も家族を活栄させることのないよう備えたまえ。そのような守りのために定期的に少額の積み立てを行うことはいつからでも始められる。だから先見の明のある者はこの賢明な目的のための資金が降って湧くような行幸を当て込んで備えを遅らせたりはしない。迷った時は知恵のある者に相談したまえ。日々金銭を扱う仕事をしている人間に助言を求めたまえ。そうすればレンガ職人のアズムールに蓄えを委ねた私の鉄を踏まずに済むというものだ。ささやかでかつ安全な利益の追求は危なっかしい行為よりははるかに望ましい。この世にいる間は人生を楽しみたまえ。頑張りすぎたり身を重くしすぎたりはせぬことだ。無理なく蓄えられる額が稼ぎの十分の一ならその割合を保つことでよしとしたまえ。主戦度にならず、必要な出費を恐れず、収入に応じた暮らしをいつまみたまえ。価値ある品や楽しいことに囲まれてこそ人生は豊かで味わい深いものとなる。友人たちはアルカドに礼を述べて立ち去った。想像力に乏しく話を理解できなかった者たちは黙りこくっていた。大金持ちはあまり幸運に恵まれない旧友に富を分け与えるべきだと考える者たちはにがりきった顔をしていた。しかし目に新たな光を宿している者もいた。アルガミシュが何度もアルカドのもとに戻ってきたのは闇から光へと道を切り開く若者を見守っていたからだということに気づいたのだ。その若者が光を見出したとき、確かな未来が用意されていた。若者が自力で真理を探し当てるまで、そして好機をつかむ準備が整うまで、誰もその未来を奪うことはできなかった。話を理解した友人たちはその後何年間も足しげくアルカドを訪ね、温かく迎えられた。アルカドはその者たちの相談に乗り、豊かな経験を持つ人間の常として自分の知恵を快く分け与えた。その者たちが蓄えを投資する際には手助けし、しかるべき利益が安全にもたらされるように何の配当も得られない投資話に騙されたり大金をつぎ込んだりしないように計らった。この者たちの人生の分岐点はまさにこの日、つまりアルガミシュからアルカドへ、アルカドからこの者たちへ真理が伝えられた日に訪れたのだった。